さあ続きやるかいね。結構時間かかったな。買い物と言っていいよ出たものの、実際に行ったのは古本屋だった。ああそういうこと。この前買うことができなかった漫画を見つけることができた上、その他にも面白そうな漫画を見つけることができた。お金はあるらしいしな。帰宅する時間が遅くなってしまったのは立ち読みした時間が長かったからだ。ロベリア家に置いて立ち読みできるな。よく退屈してなければいいけど。ただいま。部屋の奥に向かって声をかけてみても返事はなかった。寝てるのか。本を読むのは想像しているより集中してるし、疲れもたまる。確かに本棚の本をすべて読んだって言うなら眠たくなるのもうなずける。確かにな、それはそうだわ。本って10冊ぐらい読んだら結構疲れるよな。一気に俺読んじゃうけど1日。リビングに広がっていた光景。こんなに本持ってたっけ。部屋の至るところに本が山積みされていた。あのクローゼットにこんな量の本が入るんだなんて感心しながら、山になった本の中心にいるロベリアへ声をかけた。すごいな。なになになに、どうした。好きな漫画でも見つかったか。漫画を読むロベリアの表情は神経そのもの。しかし俺の家にそんな考えさせられる作品なんてあっただろうか。考えさせられる作品か。なんだろうな。俺んちだとなんだろう、ブラックラグーンかな。ロベリアからすれば人間界は異世界なわけだし、こっちでは一般的なことが魔界だと一般的ではないなんてこともあるかもしれない。だから真剣に見てしまうのもわかる気がする。確かに。これが人間さんの言う触手。お前エロ本持ってたのか。今触手って言ったか。こんなロベリアお前触手でそんなところを。サキュバスより触手がいいなんて。どっちも好き。てか今気づいたけど、そういうことか。トラブルってさ、ジャンプで連載してたあれ、ララとかモモとかサケバスがモデルか。俺今知ったわ。すごい遅いな。ヌルヌルがいいですか。やっぱりヌルヌルが足りないですか。まあローションプレイは一番好きな、ね、プレイの一つではあります。何を言ってるんだ。取り上げようとしてチラッと目に映ったのは、いつか読んだ覚えにある R 指定の漫画。 R 指定、あいつが追っていい。あ、お前のじゃないんだ、よかった。お前のじゃないならいいや。やめてください。今私は人間さんの趣味を学んでるんです。まあ、真剣に勉強してるの。俺は俺の趣味じゃない。触手がそんなところに。こんなのエッチです。頭が弱い子だな。じゃあ読むのやめろ。ロベリアは本を取り上げようとする俺の腕にしがみつき、顔を赤くしながらも読み進めようとしていた。早く止めないとロベリアの妄想が。周りに何かないかと視線を巡らせていると、本の内容はわからないが手に届きそうな位置に漫画が置いてある。じゃあすぐ近くの漫画にしよう。面白いこと起きそう。この妄想を止めないと。何でもいい、ロベリアの思考を止めることができれば自然的に妄想も止まるはず。絶対なんか違うの。こっち読め。雑誌を取り上げ近くにあった漫画を手を出す。なんだこれが。騎士とでか京都でか。京都でそうな気がする。患者さんとナースさんが、そんなことを。何を渡したんだ。明らかにおかしい。またそういう漫画渡したんだ。いやでも俺はそんな漫画なんて持っていないはず。どういう漫画なんだよ。クエリオの漫画を見ているし。私と人間さんだったら。自分のことで妄想している。その漫画読むのやめろ。ルビエの体が青い光に包まれ始める。来たー、ナース服来たー。これ来たでしょ。ちょっと見てない、見させて。そして次の瞬間、来た。マジで来たわ、マジ来たわ。明らかにエロ本が左側に落ちてるな。マジこれ。しばらく見てていいですか。乳首浮き出てますよ。何枚写真撮った。ロベリア人間さんの病院では毎晩こんなことを。アホなのか。なわけねえだろ。なこと気まじめな顔で言ってくるロベリア。なことないだろ。うおー、なんかこういうのトラブルで見たな。こんなナースさんに看病してもらえるならわざと怪我する奴がいてもおかしくないと思えるぐらいだ。間違いねえよ。俺ならわざと怪我するね。わざと滑り台の上から飛び降りるね。今まで生きてきてこんなにナース姿が似合う人には出会ったことがない。こんなに似合ってんのか。顔がやばいからな。いやそれも創作の世界だから現実って割れないって。それより気づいてるか。何がですか。変身してること気づいてないの。
でもさっきの顔だな、サムネは。ロベリアは自分の体に目を落とすと驚きの声を上げた。変身したっていう自覚はなかったのかな。自覚なかった。まさか私が妄想してる間に着替えさせたんですか。バカなのか。ここにしようかな、やっぱり。そんなギャルか。いくら俺でも女の子の服を無駄に脱がしたしないって。そうですよね。よかった。あれも勝手に変身しちゃうことあるんだな。でもナース服になったっていうことは、え、俺の正義あれですね。大人のお医者さんごっこっていうやつをさせる気ですね。もういいよそれで。私に説明させる気なんですか。そんなダメです。エッチです。楽しいなこのゲーム。このゲーム楽しいな。それより改めてナース姿のロベリアを見てみるとやっぱりよく似合っている。めちゃめちゃ可愛いな。よくこんな可愛い子かけたな。ナース服を着て顔を赤らめてもじもじしている。それが個人的にはグッとくるものがあった。あ、人間さん、もうナース服終わった。少しの間ロベリアを見つめていたからか、彼女は不思議そうに首をかしげながら見つめ返してくる。そして気づけばロベリアはナース服からいつもの過去に戻っていた。もうダメですよ、ぼーっとしてたら。どうしたん？ロベリアの言葉は俺に向けられていたけど、意識は別のところにあるようだった。なに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 、どうかしたのか。あ、いや、そのこれなんか楽しそうですよね。どれ。恋人の二人が動物園でウサギと触れ合っているシーン。そのままページをめくって別のページを見せてくる。これも普通にデートしたいってこと。なんだ、ないな。恋愛ってどういうものなのかな。サキバスは恋愛したらどうのこうのって話聞くけどな。大丈夫か。男を引くための知識として恋愛のいろはを身につけているものだと思っていた。確かにそうでもないのか。恋愛って知らないのか。言葉自体を知らないわけじゃないんです。ただ恋とか愛とかがどういう感情なのかなと思いまして。まあ恋って言うから会いに来たっていう感じじゃないですか。それ人間もわかんないからね。正直多種多様じゃないですか。その人がそう思ったらそれでいいんじゃない。ロベリアは言葉を紡ぎながら適当な漫画を手に取り、そしてパラパラとページを巡りながら考えにも思えるため、え、何、もう読めねえや。幸せそうですよねこの二人。漫画のなんかの恋愛だからか、現実よりも美しく描かれていると思う。それはマジである、本当にある。でも実際に女性と付き合ったことがない俺にとって現実味があるかどうかなんてわからない。まあどんな恋愛漫画も見てもね、まあ、そんなにうまくいくかっていうことばっかよ。うん。それでもこういう恋愛をしてみたいなって思う時はある。でもそういう恋愛してる人もいると思う。うん。私たちには特定の誰かを好きになることなんてできませんから。やっぱそういう掟あるよな。視線は自然と彼女の方へ向く。てっきり恋人になってでも男を襲うのがサキバスだと思ってるぞ。それな。サキバスはそんな回りくどいことをしません。それに好きになること自体が罪ですから。これ伏線じゃないのか。きっぱりと言い放った。でも恋人のふりをして男の人を襲うこともありますけど。そんな人もいるんだね。黙り込んでしまう。何か考えてるような、何か痛そうな、そんな複雑なロビネの表情を眺めながら俺は、彼女が口を開くまで待つことにした。なんていいやつだ。人間さん、気になってることがあるんです。刃なのか牙なのか分かんないけど可愛いな。それから間もなくしてロベリアは申し訳なさそうな声色で話しかけてきた。なんだろう、気になってること。人間さんにとって男女もそのエッチなことってどういう意味があるんですか。これさ、ちょっと多分全員キモいと思うけど、これ見てる人なんて全員キモいと思うけど、なんか全員のあれが気になるな。コメントめっちゃ欲しくない？俺も今からめっちゃキモいこと言うからみんなでキモいコメントしない？これ多分今マイクガンってなったと思うけど許して。エッチなことってどういう意味があるんですか。なんだろうね、どういう意味かって言われても、子供を作るっていう意味と、めちゃめちゃキモいこと言うか。まあやっぱいいや。どういう意味があるんだって言われてもな。私たちの行いにどういう意味があるか分かりますか。生存本能だと思ってたけど、たなんか、どういう意味だろうね。確かに魔力補給みたいな感じだと思うけど、まあ、俺もそんな感じだわ。
ファンタジーの世界ならヒロインとエロいことをすることで効率よく魔力補給ができるなんていう設定がよくある。うん、よく見る。俺もお世話になります。俺の答えは正解ではなかったよね。ロベリアは首を横に振った。そうなんだ、まあ、このゲームではだよね。ちょっと違いますね。そうなんだ、体で出ました。私たちがテクノフォースを人間さんから取るのは人間さんでいう食事みたいなものなんです。うん、でも人間さんたちは違いますよね。まあ全然違うわ、食事ではない。そういう声に俺の男女の気持ちなんて世間一般で言われているようなことしかわからない。あの人間さん、食事ってことは取らないと死ぬんじゃないの。恋とか恋愛とかどういうものなんですか。俺もしたことねえからわかんねえよと言うだろう。あの漫画みたいなことは好きな人同士がする特別な行為。恋愛はそうだわな。私が人間さんにしようとしていることは恋とか愛とかなくて、ただ食事をするために人間さんを襲う。そういう負い目もあるのか。確かに私はサキュバスですが、あの夜にしようとしたことはとても失礼なことだったんじゃないですか。全然そんなことはないので、いつもでも襲ってください。私なんて人間さんのことを勉強したつもりで、男の人は怖い存在なんて決めつけちゃって、勝手に苦手意識を持っちゃってましたし。まあ確かにな。でも魔界にいるサキュバスたちは人間さんたちのことを悪く思ってる子もいます。まあロベリアは運が良かっただけで、大抵の男はみんな多分襲ってると思いますね。結局私たちサキュバスも人のことは言えませんよね。そうかな、生きる世界が違うってこと。それな、もっと気の利いた言葉かけられたらよかったんだけど。間違いねえよ、生きる世界が違う、文化が違うんだし仕方がないことだろう。確かにな、やっぱエジプトと日本って違うじゃん。やっぱエジプトってさ、ピラミッドがあるのがなんか当たり前みたいな文化だけどさ、やっぱ日本には何の話だよ。そんな言葉しかかけることができない。仕方がないことですか。今の話めちゃめちゃ面白かったな。ロベリアの、ね、これひどく悲しそうな表情は彼女が俺の家に居候を始めてから初めて見る顔だった。なるほどね。よくわかんねえけど、相変わらずよくはならない。男嫌いな。俺に関してはいい食事も、共にしていることもあって意思疎通ができずに困るということはなかった、あ、これ L でもあれなんだ。あ、はーい。じゃあ L でいい。俺の呼びかけに返事すると部屋の中に入ってくる。なんでベランダに出てたんだろう。ニコニコしながら食卓に着いた。かわいい、かわいいディアンス。今日は初めて作るレシピだから味は保証できない。へえ、作ったんだ。何言ってるんですか、美味しそうですよ。こんなこと言ってくれる彼女がどうしても欲しいです私。それに見ていてわかりますよ、人間さんの料理の腕が日に日に上手くなっていること。なんでいい子なんだ、早くエロいことさせてくれないかな。画像またそれから俺に視線を移しにっこりと微笑むロベリア。その笑顔に思わず胸が高い。早速いただきましょう。いただきましょう。あ、てかそうか、あ、そうかそうか、普通にご飯も食べるってことは別にそっちの食事、あ、だから俺らでいうスタバみたいなもんなのかな。一番の理由はやっぱりロベリアに任せきるのが俺の中で許せなかったから。なんかめっちゃできてないこの主人公。こんな主人公いないでしょ普通人間の世界に。ロベリアと家事の手際を比べたら月とすっぽんだ、時間がかかるし料理だっておかずを一品作るだけでも一苦労。まあでもこの動画見に来てるやつは見に来てるやつはっていう話だよね、もしかしたらこういう男の人もいるのかもしれない。優しく優しくしようってしすぎだと思うんだよな。最近のロベリアからは自然な優しさというより意識した優しさを感じてしまう。はあ、わかるわ。そんな風に感じてしまうのはおそらくこの前の出来事が原因だろう。好きな人同士がする特別な行為か。言うてね。恋とか。私が人間さんにしようとしていることは確かに私はサキュバスですが。俺一回見たからいいよね。まあ確かにな。あれを削ってるんだろうな。自分は移動させてもらうだけではなく、失礼なことをしたなんて考えているんだろう。真面目か。
だから少しでも俺に優しくしようとしているんだ。まあこの考えがうぬぼれだっていうのはそれまでだけどさ。どうした？茶碗と箸を持った手をじっと見つめていたロベレに声をかけると少し驚いた表情を向けてくる。これもだよな。最近はぼーっとしている時も多い。いや恋してんじゃん。ベランダで心はここにあらずって感じだったし。いや恋してんじゃんこれ。ただでさえやっと食べられる味なのに冷めたらもっとひどい味になるぞ。もう人間さんの料理はそんなことないですよ。今のもうってめっちゃ可愛くなかった？もうめっちゃ可愛いんだけど、どうしよう。そう言って食事を再開するロベリア。それにしても居候している私がお手伝いをしないなんていいんでしょうか？てか遅いもできないんだったらもうこの子ずっと一生おるで。ここにこういうたりやってるだろう。何もしないわけじゃないよ。そうですけど、人間さんが家事をしてるのに私は休んでるなんて。めちゃめちゃ真面目でいい子だな。今までおかしかったんだよ。居候って言っても大して何もしてあげられてないし、俺の方が申し訳ないくらいだったんだからさ。そんな、寝るところを貸してもらっているだけでもありがたいのに食事まで出してもらってるんですよ。まあそれだけ聞いたらな。申し訳ないだなんて、そんな。数日間もこの子が家にいて我慢できるのすごくない？絶対無理。私にできることがあれば。性欲処理でお願いします。そうですよ、サキュバスの私にしかできないことがありました。性欲処理でしょう。茶を持ったまま立ち上がり、何かひらめいたように目を輝かせるロベルは漫画で知ったんですが、水商売っていうのをしたらいいんです。それはやめなさい。お給料もいいみたいなので人間さんに楽をさせてあげられますし、男の人になれる練習にもなりそうですから。それはやめよう。ちょっとエッチなこともしなくちゃいけないみたいですけど。それはやめよう。ダメに決まってるだろう。倫理観が違いすぎる。どうなるか分からない。確かにな、ストレスで死ぬんちゃうか。サケバスの初仕事って最初に狙った男からテクノフォースを取らなきゃいけないんだろう。そうですけど。だったらダメだろ。ミス商売はなし。青、間違えた。拗ねたように頬を膨らませて抗議の視線を送ってくるロベリア。いやでもダメだよ。だけどこのまま家で家事をしてもらうだけじゃ人間になれることなんてできないだろうし、アルバイトをさせてあげた方がいいんだろうか。どんな理由があっても水商売は絶対に許さないけど、それは許さない方がいい。ロベリアは働きたいのか。もちろんです。人間さんにだけ負担をかけるなんて嫌ですから。まあ、でもこんなに言ってくれるんだったら家事全部任せればいいんじゃない。ロベリアの顔は真剣するものだから。でも人が多い仕事は。なんだろうね。だってそうでもしないと人間さんにばかり負担が。奉仕の心がすごすぎる。だから全く不安になってないって。まあな、向こうがそう思ってたらそうなるしな。人間慣れてるロベリアが安心して働ける職場が頭に浮かべてみる。なんだろうね、人間があんまりいない。コールセンターとか、イベントスタッフの求人情報、アニメショップのホームページ、イベントスタッフ、特製ブースなんか作るらしい。求人情報を見てると何を見てるのか気になったか、ロベリアはテーブルを回ってスマホを覗き込んできた。働いているアニメショップですよね。アニメショップで働いてんだ。長期イベントのスタッフを募集してたなと思い出して、そこなら俺も働いてるからロベリアに何があってもすぐに対応できる。頭いいじゃねえかお前。それに優しい人が多いことも大丈夫と思える理由の一つだ。ロベリアもすぐに馴染むことができるかもしれないから。なるほどね。俺の知り合いってことにすればシフトにも融通が効くと思う。人間さんと一緒の職場、一番の正解かもしれんな。女性も多いし、異性になれる練習にもなれると思うぞ。いやでも尻尾と羽どうすんの？やります、やらせてください。こすぶりできた手にするの？ぐいっと顔近づけてくるロベリア。じゃあ、晩飯食ったら電話してみるよ。よろしくお願いします。なかなかいい男だな。席に戻って晩飯を食べ始めるロベリアの表情はさっきまでの落ち込んだ感じではなく晴れやかなものだった。本当に奉仕の心がすごいんだな。合ってる奉仕で。おお、来たね。働いているビル。お兄様、まあいいや。とりあえずじゃあ今回終わりたいと思います。